くわかった。両親は悪くない、愛を受けて育った。美しさを大きく示しなさい、そう願いを込めて私の名前は付けられた。小さい頃から音楽と育って、ピアノやバレエに夢中だったんだ。一人っ子、変な子、いじめられっ子、貧しい子、そんな私はずっとこもって夢を作っていた。まあいろいろあったけども、2017年、18歳の時にメジャーデビューができた。それから私はチャンミナとしていろいろな音楽を作っていったんだ。マリファナもやらないし、ドラッグもしない。むしろやったこともかすったことも一度もない。それなのに私は年々とだんだんと、音楽に出会った時から変な夢を見るようになったんだ。ピンクの空間、私は裸、アニメになった、友達は泣いてて、急に降った雨は絵の具に、逃げようとしたら人と分かり合えなかったことは何回だってあった。だけどそのたび虚しいとか悲しいとかもうすでになかった。私には音楽があったから歌詞にしちゃえばいい。歌詞になっちゃえばおかしなこと言っても驚かれないでしょう。でも人を憎む悔しさや、人を愛す愚かさと、君を愛す静けさは誰かに分かってほしかった。人をこれで泣かすのには先祖なけ、もう遥かに超えた気がするが、君は泣いてくれているかい。ある日捨てられたゴミが私に話をかけてき始めて、その時から眠れなくなって苦しかったんだ。誰に相談しても私が見る世界の正体は分からなかった。ある日幻覚幻聴と言われ、医者に診てもらったこともあった。彼は優しい声で私にこう言ったんだ。先生言わないからさ、ドラッグ一緒にやめようよ。ラッパーとかは大体さ、やってるから大丈夫だよ。その一言で帰った。8000円払って、その一言で帰ったんだ。飛んじゃうんだ。